ソマッソ歴史 TV ゴーもうそれですね、もうでも分からへんけど、もうそうですね。というわけで、大阪府、三島郡、大阪府三島郡島本町の、はい、阪急水瀬駅より徒歩5分になるところになりますね、燻製と音楽でお酒が飲むお店、モスマスさんに発信しています、はい、モスマス、ラキシュ TV、 ラキシュ TV、ね、はい、ありがとうございます。前回に引き続き、クスコの変という、はい、なかったっしょ。初めて聞きました、ね、いや知ってんのかな聞いてんのかな、ね、いやでもほぼほぼ初めて、初めて、まあ、ざっくりもう一回概要を言うと、桓武天皇っていう平城京から平安京に遷都した天皇の息子である平城天皇、はい、それの奥さんのお母さんが藤原のクスコ、でこの藤原のクスコと平城天皇ができちゃう、できちゃう、できちゃう、できちゃう。でこれなんか実は皇太子の時、うんうん、もうすでにできてた、やべえじゃん、やべえやつじゃん。でなんかそもそもその奥さんどうやった幹部が、うんうんうん、平成ちゃんに、うん、もう結婚しろと、うん、奥さんどうやったら今日奥さんよりお母さんがあってやったけどあかんよね、あかんわけですよ。それだって娘がいるってことはもう結婚されてますから、あそうで、ね、でいろ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 だからダメですっつって、けどもうその時もう熱烈に恋愛しちゃうわけ2人は、けどそれを幹部があかんと猛反対して引き裂くわけですよ。へえ、実はもうすぐ繋がって、ああそうなんですね。そう、止められない、止められない、もうそれね、ぼやかったものはもう気持ちは誰にも止められない、ね、それしか止められない、なんかちょっと見るそう優しい、だからある意味では純愛というか、ああ それだけ2人の引き裂けないほどに2人の恋があったっていうことなんでしょう、うん、でですね、うん、平成というのは即位します。でこれがですね、なんと平安京遷都から16年、桓武天皇の死から4年後ですね、うん、あの平成天皇が、即位し天皇に即位して3年後に、うん、弟の沢天皇にですね、うんうんうん、天皇譲って自分は上皇になる、うんうん、ってなった時にあの、うん、上皇が天皇に返り咲くっていうので、うん、突然ですね反旗を翻すと、はい、だからもう平安京において沢天皇はもう天皇になるんですから、ね、うん、従事ってるわけですよ、ね、にもかかわらずクスコが頑張りなさいクスコやべえな、クスコがそそのかしい、ね、で平然でのも奈良大好きっ子だったんで、うん、あの退位してその上皇になってから平城京に住んだんですよ、うん、なのに上皇なのに突然都は奈良であって平城京であって突然また宣言したの、ああちょっと待ってよ、佐賀天皇にしたら、よしよし待って待って、俺天皇、お前上皇、うん、何勝手にあの都とか言ってる片言になって、慌てちゃって慌てちゃって、慌てちゃって言ってる、おかしくねってなってなったんですよね。それでこう争いが始まる。で実はこのクスコとともにそそのかしたやつがもう一人実はあって、そうなんですね、これが実はクスコのお兄さん、あらで、ね、藤原の仲成っていうやつ、仲成、仲成っていうやつが一緒にそそのかしたと言われて、いいですね、そう、で平成天皇は平成、まあ、上皇が天皇の時に、うん、はい、クスコを溺愛したから、うん、こうお兄さんである藤原の仲成も、もう部下としてさ、うんうん、家臣として重用しちゃうわけ。あそうですね、ほんでこの仲成もブイブイ言わしちゃうわけよ。あらでやっぱこう筋力もその人間ちょっとさ、うん、なんていうの、こうダメになるねなんかこう妹のおかげでこう筋力を手にしたのに、はい、それでもうこいつもう陰険でめっちゃ嫌なやつやったらしくて、でも傍若無人そんなことも歴史上には書いてある、ね、書いてあるらしい、書いてある、ね、もう陰険で傍若無人でめちゃくちゃ嫌われてる、そうだね、
ね、なんでそんなことするの。でもだから仲成とクッソが焚きつけて、いやいやもう一回都をあんたの手に戻しましょうよ、うんうんうん、で反旗を翻す、うん、でこういう、天皇上皇から天皇に戻ろうとすることを重宗って言うらしいんですけど、この重宗とすることを企てて、できるのちぎるもんなんですね。まあ、どこまでできるか、まあ、だから普通に多分戻んない重宗なのかな。うん、もうそれがそそのおかしかった。だからこの嵯峨天皇、平城天皇上皇の弟の嵯峨天皇、この人めちゃくちゃ優秀な人。ああ、そうなんですね。実は。この人は、日本の三筆と呼ばれてて、三筆ってのは三つの筆なんですけど、はい、三筆って言って、めちゃくちゃ字が上手い人、まあ、日本に3人いる。その三筆の一人に数えられて、一人が空海、弘法大師、まあ、長龍ですね、弘法大師。で、嵯峨天皇 の、 家臣で、立花早成っていう人なんですよ。この人もめちゃ上手いと。で、この人と嵯峨天皇で平安時代のめちゃくちゃ字が上手い三筆とも言われてて、この嵯峨天皇はもう当時、検非違使を初めて置いたと。検非違使、前ちょっとできましたね。検非違使っていう書いてあって出てきてるんですけど、まあ、要は警察っていうのを、まあ、初めて置いた、うん、この人が置いたことで後にこう全国に検非違使が広がっていくって言われてるようなこととかをいっぱいした人なんですよ。めちゃくちゃ、もともとこう平城京がなんで潰れてきたかというと、なんと六州っていう、うん、東大寺とか当時の仏教界が力を持ちすぎちゃって、うん、俺はいかんということで遷都したっていう背景があって、うんうん、京都にはもう仏教は来なくていいよ、で奈良に東大寺とか仏教の力を置いてきた、うんうんうん、そこで新しくけどやっぱ仏教の力いるよねって言って置いたのが最澄と空海です。はいはいはい、このね、嵯峨天皇、最澄と空海大好きだと思います。大好き、そう、大好きで、嵯峨天皇は最澄と空海を結構優遇したっていうのでもいい。へだから天台宗の比叡山とか、うん、真言宗の高野山とか、うん、東寺とか、うん、東寺に空海を任命、当時の住職に空海を任命するとか、うん、いろんなそういうことをやったすごいね、めちゃめちゃ優秀だし。あ、そうなんですね。こいつが、こいつがそのこの嵯峨ちゃんがね平城天皇の動きを察知して、もう速やかに動き始めるわけですよ、というところですね。すごい困るの今からだなって心構えして、ちょっとね、ちょっと嵯峨ちゃんで時間取っちゃった。嵯峨ちゃん、ちょっと嵯峨ちゃん、ちょっと力んじゃったので。もう力が入ってますね。時間が楽しい。待てない。来週まで待てないよ。ということで、今日はこの辺で。ありがとうございました。